デンス進むとは架空戦機、ペ壁の艦隊に登場する架空の艦上戦闘機である。前世同様、海戦兵器等に活躍した冷戦の後継機として開発された。前世大型試作戦、烈風の生まれ変わりである。冷戦と比べると、防弾性能、座席の広さ、上昇力など総じて優れている。後世の技術進歩の加速により、 ターボプロップエンジンを採用しており、性能は極めて高い。航空性能では、迎撃機として設計された、青いラインには劣り、これが弱点である。ただし原理的には、レシプロ機である、青いラインよりもターボプロップの電ススムの方が、航空性能は優れているはずであり、設定上の矛盾となっている。初登場は、テラシは17年の点元作戦で、構成、 第二次世界大戦、続けての第3次世界大戦を通じて、Z 機が登場後も日本海軍の主力艦上戦闘機として活躍した。また、同盟国であるイギリスにも無償供与されている。デンススム I 型、デンススム4型、デンスム6型、デンスム X 型また原作では、よくな内搭載機銃によって、アユの3種に分けられている第4巻から登場。 劇中では以下の3タイプに分かれる。なお以下の設定は DVD6 巻のコラムで明らかにされている。初期型で後世中島飛行機が機体設計を担当し、エンジンは滞在航空工業が誉レを前世より高精度の技術で製作、量産化したものを使用している。プロペラも20反転プロペラではあるが6枚になっている。外観は 前世の死で改めに近い。全幅、11.24メートル全長、10.22メートル全高三3.39メートル主翼面積、21.00、平方メートル自重、2930キログラム全備重量、3872キログラム期間出力、1916、HP 最高速度、時速670キロメートル実用上昇限度、 12800メートル航続距離、1670キロメートル12.7ミ、mm、リメートル機関銃、に30ミリメートル機関砲に30キログラム爆弾、に、または250キログラム爆弾1クリスマス島、攻略戦から登場。戦闘爆撃機の要素が強くなっている。AE 軍にレンドリースされたのはこの機体。全幅、11.24メートル全長。 10.22メートル前高、3.39メートル主翼面積、21.00、自長、3120キログラム全備重量、4130キログラム期間、出力、1916HP 最高速度、時速675キロメートル実用上昇限度、12800メートル航続距離、1505キロメートル20ミリメートル機関法、4、 または 30mm 機関砲に30から 251kg 爆弾に、または、粉診弾6インド戦線後半で登場。エンジンをターボフロップに乾燥し主翼が逆がる翼になっている。劇中では、爆弾のほか、対地粉診弾で、独軍地上部隊を攻撃していた。以後は劇中に登場しないが、後世1970年代まで現役で活躍し、 退役後は、リノエアレースでの人気機種になっている。全幅、12.50メートル全長、11.25メートル前後、3.76メートル主翼面積、23.50、時長、3470キログラム全備重量、4782キログラム機関出力、2850、エップ最高速度、 時速 745km 実用上昇限度 14,800m 航続距離 1,100km20mm 機,、ま、機関砲4または 30mm 機関砲 4250kg 爆弾6または分身弾銃に電進む64型は架空戦機朝日の艦隊に登場する艦上戦闘機であるただし上機の電進むが レシプロ戦闘機なのに対しこの機体は、総発ジェット戦闘機である。形状は、試作機であった米マクドネル社の、XF-88 ブーの初期設計形状に酷似している。機種がユニット化されており、短時間で機銃の換装が可能である。その場合、搭載する機銃によって、甲、乙・兵の3型に分けられる、都市記撃管制機に連動している。 なお同型は原作のみで、コミック OVA では登場しなかった。ありがとうございます。